皆さんこんにちは。乃木坂46のメンバーとして活動されている樋口日奈さん。現在はアイドルだけでなく、モデルや女優としても活躍されています。今回はそんな樋口日奈さんをご紹介します。樋口日奈さんのプロフィール。本名、樋口日奈。生年月日、1998年1月31日。出身地、東京都。身長161センチ。血液型、A 型。所属事務所、乃木坂46合同会社。樋口さんの生い立ち。1998年1月31日に長野県長野市で生まれた樋口さん。実家の家族構成はお父さん、お母さん、お姉さんが2人、樋口さん本人の5人家族です。名前のひなは生まれた年が長野冬季オリンピックが開催された年であったことから、オリンピック聖火ランナーを見たお母さんが三女に雪を溶かすお日様のような日本を大きく示す存在になってほしいという願いを込め、ひなと名付けたそうです。二人のうちの一人のお姉さんは樋口ゆずさんといい、女優として活動されています。小学校、中学校時代、樋口さんの出身小学校は公開されていませんが、子供の頃に長野県から東京都に引っ越したそうなので、長野県の小学校ではないか、もしくは途中で都内の小学校に転校した可能性もあります。樋口さんは幼少期から歌手を目指しており、小学1年生からダンスを習い始め、小学5、6年生の頃からは歌舞伎も習い始めたのだそうです。中学校は受験をして、東京都目黒区八雲にある都立の奥州館中等教育学校に進学しています。中高一貫教育の学校ではありますが、都立ということもあり、比較的自由な校風が人気の中学校のようです。樋口さんは中学時代は吹奏楽部に所属し、トランペットを担当していたそうです。そして中学2年生の時、ダンスの講師の先生から勧められて、乃木坂46の一期生オーディションを受け、見事合格。芸能界デビューを果たしています。高校時代、樋口さんは中学から6年生の中等教育学校に通っていたため、高校時代も同じく、奥州館中等教育学校に通っています。先にお話ししましたが、樋口さんは中学2年生の時に、乃木坂46の一員となり、芸能界デビューを果たしていますが、転校などはせず、そのまま同校を卒業されたようです。高校時代も樋口さんは、乃木坂46の活動が忙しくなってきたため、部活動には入っていなかったそうですが、合唱コンクールで金賞を獲得したというエピソードが残っています。多忙だったものの、高校の行事などには積極的に参加していたそうで、合唱コンクールも学校行事の一つだったようで、金賞を獲得した際には感動して泣いてしまったそうです。高校卒業後も一時は大学進学も考えていた樋口さんでしたが、周りの乃木坂46の1期生のメンバーたちが活躍しているのを見て、自分が遅れているということに気づいたと同時に、芸能界で活躍している姿に触発されたそうです。そんな樋口さんは、私もみんなのようになりたい、自分を変えたいという気持ちが湧き上がったそうで、大学には進学せず芸能活動に専念することを決めたようです。乃木坂46では、小学校の頃からダンスを習っていた樋口さんは、そこの講師に勧められ、2011年に乃木坂46のオーディションを受け、オーディションでは中島美嘉さんのオリオンを歌い、見事合格。ただ樋口さんは、中学校、高校と仕事をセーブしながら、学業と乃木坂46の活動の両立をしていたこともあって、なかなか選抜メンバーに選ばれることがありませんでした。そんな樋口さんが初めて乃木坂46のシングル表題曲の選抜メンバーに選ばれたのは、2014年の8枚目のシングル、気づいたら片思いでした。
この時、樋口さんは高校生でしたが、選抜メンバーに選ばれたことで、学業との両立が難しくなってきたと感じたそうです。2016年には、乃木坂46の 15th シングル、裸足でサマーに収録されたシークレットグラフィティで初めてセンターを務めています。翌年の17枚目のシングル、インフルエンサーで、再びシングル表題曲の選抜メンバーに選ばれた樋口さん。このインフルエンサーは白石麻衣さんと西野七瀬さんのダブルセンターで話題になった曲で、樋口日奈さんは3列目のポジションでした。乃木坂46の20枚目のシングル、シンクロニシティで3作ぶりに選抜メンバーに選ばれ、同年ファッション雑誌 JJ の専属モデルに抜擢されます。樋口さんはこの抜擢に、夢の中にいるような不思議な気持ち、とコメントしています。2020年2月にリリースされた、乃木坂46の25枚目のシングル、幸せの保護色で、選抜メンバーに返り咲いた樋口さんは、この曲では2列目のポジションとなり、初副陣入りも果たしています。樋口日奈さんの人柄、人物像。樋口さんの好きな食べ物は、梅干し、とろろ昆布、抹茶系、酒おむすび、ゆで卵で、将来の夢は警察官だったそうです。目標とする人物は、薬師丸ひろ子さん、綾瀬はるかさん、壇蜜さんで、趣味はパスモの領収書集め。電車やバスに使う IC カードのチャージをした時に交付される領収書を集めているそうです。好きな映画はバーレスクで、特に戦争映画が好きなようで、幼い頃夏休みに見た終戦記念ドラマをきっかけに興味を持つようになったそうです。また実際の歴史を描いたノンフィクション作品が好きで、過去から現在の成り立ちを考えさせられる点がいいとコメントしています。特技はダンス、トランペット、早起き、ホットケーキを上手に焼くことで、時代劇に対応するために乗馬経験があるそうです。そんな樋口さんは他のメンバーやファンから知的なイメージを持たれているようです。しかしその性格は控えめで優しすぎるところがあるそうで、この優しすぎる性格というのはダメ男でも許してしまうというものだそうで、ネット上では心配の声が上がっています。また他のメンバーを圧倒するほどの色気があるとも言われている樋口さんは、壇蜜さんに憧れているそうで、壇蜜さんのような知的な大人の女性になりたいと語っています。いかがでしたか？芸能界デビューを果たしても、学業との両立をきちんとされて高校を卒業した樋口日奈さん。芸能活動に専念できるようになったので、今後何かのきっかけで活躍の幅が一気に広がることも期待できますね。樋口さんのこれからの活躍に注目です。